はい、おかえりお疲れ、こんばんは、まちみでございます。はい、お久しぶり。お久しぶり。お久しぶり。ちょっとね、本当にジョンさん、何してたの。ジョンさんのファン以来ですか。そうですね、もう、ね、うん、レポート以来かな。ちょっとツルハシ行ったりとか、うん、うん、はしてたけど、個人的にね、カラーズさん、 K-POP カフェカラーズさん行ったりとかね、してたんだけどね、はい、うん、次はやっぱ J とのファンミーティング決まったということで、ね、うん、盛り上がってますからね、うちのオプチャもね、そう、日々盛り上がっておりますからね。町見、順押し、町見さんちオプチャ、こちら。もうなんて平和なオプチャかしら、このオプチャ、うちの。そうよ。ね。ちょっと目離すとすぐ100とかなってる。ああ、もうあのさ、もうちょっと2日ぐらいほっといたらもう999プラスって何、どういうことみたいな。もう1000超えちゃってんの、未読が、うん。すごいよね。そこでなんかもうね、あの、なんか指摘とかも、そんな、もうめんどくさいこともないしね。ないない、うん、ただただもうみんながあのジョン愛を垂れ流してるっていう、垂れ流し状態。本当に、でどっかから拾ってきた写真を出しちゃ盛り上がり、盛り上がり、ね、かわいい、本当にもう、ね、平和なオフィシャルでございますから、ぜひ私もというね方はね、はい、まあ、ジョン推しまちみさんちの LINE、オープンチャットをね、覗いてみてはいかがでしょうか。はい、うん、あんま厳しいことを言う方はもうすぐ出て行ってもらいますから、はい、そうなんだ。もう、まあ、私管理人ですからね、平和な、うん、そうそう、もう平和にやりたいのよ、もう、はい、ただただめでたいのよ、ジョーをね。うん、でそんなジョーなんですけど、まあまあ、はい、ね、近いところでは8月、はい、8月18日、そうね、豊洲なんていうものかな、はい、豊洲 PIT ピットね、豊洲ピット、うん、で、8月18日金曜日開催ということでね、これ決定しておりますね。 2部あんのかな、ね、あ、なんかね、3時からと、うん、夜7時からと、お昼当たりましたとか夜当たりましたとか、どっちも行きたいとかね、みんなワイワイしておりますけどもね。スタンディング一般9900円、うん、これ税込みとかっていうことになってましてね、うんうんうん、そんな中でございますよ、皆さん ね、ちょっとしたニュース、うん、いや、ビッグニュース。ニュース、もうね、本当に、もう、先日、うん、ベルレインで、あげた、うん、BTS のジョングクさんの、うん、新曲、うん、はい、セブンのカバーというかね、うん、ダンス動画、あげたら、うん、それをなんと本人、ジョングクさんがいいでしたっていう。へ、うん、うん、なんでわかるんだろうね。いうのが、まあまあ、これもネットニュースになったっていう。すごいね。すごいですよ。ジョングクがいいねしたらネットニュースになるという。いや違うの、でもね、グクの TikTok のね、うん、アカウントがあって、実はもう隠してたらしいんですけど、うんうん、で自分がセブンっていう新曲出して、うん、ソロのね、うん、でそれをエナップの J と、うん、あ、ジョンウォン、ジョンウォンか、うん、ジョンウォン、 J と多分ジョンウォンがカバーしたの、うん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 、でそれを同じ事務所だもん、うん、それをなんか Weverse っていうまたそのサイトで紹介したの、うん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 、後輩がやってる、うん、でそこにその TikTok のアカウントが載っちゃった、ただ見るだけのアカウントっているから、うん、はい、うん、それでなんか作ってたらしいんだけど、うん、それ出ちゃって、出ちゃった、でみんなが、あ、ジョングクが個人アカ持ってるじゃんみたいなって、うわーってなった、うわ、何って言ってるうちに、うん、うん、でグクはもうなんだかんだそのセブン、いろんなセブンカバーを見て、うん、すごいいいねしてた、言ったらしいんだけど、だ、うん、からジョンウだけじゃなくて、あ、いろんな人、うん、他の人たちのも結構いろいろいいねはもう、うんうん、まあ、して回ったみたいな、ありがとうありがとうみたいな感謝の思いもあったんだろうね、うんうん、でもその中でもジョンウだけよ、うん、こうやってポンって取り上げられた、ピックアップされて、ね、うん、なんでだろう、ジョン、それはやっぱジョンが注目されてるからじゃない、うん、すごいこんな、なったのかな、うん、デビューもしてないジョンにいいねされたっていうのがまたすごいことなの、うん、あとはまあまあボイプラがね、まだこの間終わった、そうや、ね、とこだしっていう話題性もまだあって、うん、日本でもね、ジョンさんは人気ですからね、うん、そうそうそう、そんなところでね、まあそれを受けて、ね、まあまあ本当にもう、まあ、ジョン、ね、ジョンペンも、うん、グクグクに本人にいいねされてる、おめでとうみたいな、うん、認められてるみたいな、なんか、ね、届いてるわよみたいなね、大騒ぎになっちゃって、お祭り騒ぎになっちゃった、うん、まあ、それもうジョンも本当にもうわえーなんて、うん、わえーなって、あ、なったの実際、なってえーってなって、なんかそういう動画も、うん、ストーリーズかな、えーってなってた、うん、ストーリーで上げてたみたいな、すごいね、うん、すごい大スターだもんね、グクさん、まあ、とにかく、まあ、ジョン曰く10年
ずっと憧れていた存在だから、うん、そうなんや、うん、へえ、そうだったんだ、うん、だからまあまあジョンにとってのいわゆるロールモデルみたいなもんだったよね、うん、ジョングクっていうのはね、うん、私はそこまで知らないじゃん、うんうん、だからあそうだったんだと思って、そりゃ嬉しいわな、そうだわ、そりゃ嬉しいさ、ね、だから私らの動画を見てジョンがいいねしてくれてるようなもんでしょう。あこの動画を見て本当やろ、この動画見ていいねはしねえわな、わかんないよ、わかんないよ、もしかしてしてるかもしれないよ、してるのかな、うん、あそうだね、うん、誰がいいねしてるかわかんないもんね、からあれは、うん、YouTube はね、うん、正直そうだね、まあまあまあそうだね、まあそんな感じで、うん、今また盛り上がっておりますよ、ね、だからまあこれを受けて、うん、またインスタの動画アップ、うん、アップもね、うん、また気合い入ってさジョーも、ね、うん、なんかねいろいろ増えるかな、どんどん上げてくれればいいけど、逆に気合い入りすぎてなかなか出さんみたいな、ちゃんとしたものをもうすげえものをやっぱりどんどん出さなきゃっていうんで、うん、あんまりこう出さない、そうクオリティを求めすぎちゃって、まあでもそれでもいいけどね、減らないことを祈りますけれども、ね、それでもいいよ、うん、クオリティ高いのを見せてくれるっていう、それまあまあそれはね、それはそれでいいけどね、それはそれでいいけど、うん、クオリティはねもうそもそももういいんだから、うん、もうなんだかんだ出してくれた方が私たちとしては嬉しい、そうね、うん、特にボイプラのなんか仲良しメンバーとかね、あそうやね、うん、そういうのはねゲストに迎えてね、うん、やってくれるとね、ケイタとのコラボないもんねまだね、うん、うん、そうだね、まあまあね、ちょっと難しいかもしれんけどね、事務所入ってるし、いい大丈夫、やれよケイタやれよやれよ、サイファーが忙しい、やれよ、だってさケイタなんかユニットかなんかやるんじゃないの最近、これ今後ちょっと、あそうなんだ、噂では、うん、知らなかったです、そうそう、誰と誰かもう分かんなかった、忘れたけどそこにジョンが入ってないからなんかふーって思っちゃう、ああ、うん、入ってたらいいのになみたいな、そう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 、そっかそっか、なんからしいよ、だから サイファーいいのとか思いながら、まあでもそれも今の、ね、事務所の中のやり方かなとか思いながらね、サイファーの中でじゃない、違うの、違う違う違う、あ違うんだ、うん、へえ、貸し出しみたいな感じになるのかなとか思ってさ、そっかそっか、まあまあでもジョーは焦んないでいいと思う、うん、うん、変に焦ってさソロデビューしたり、ソロデビューは私はあまり望まない、うん、グループがいい、グループがいい、うん、やっぱりねグループでね、要となってね、うん、まとめてね、そうまとめちゃってリーダーシップを発揮しつつも、うん、やっぱりジョンが いたら締まるよねっていうやっぱりポジションでいて、うん、またちょっと若いさ、うん、可愛い男の子なんかをね、やっぱセンターで前面に押し出しつつ、うん、やっぱり私らみたいな、うん、ね、ファンはやっぱジョンが一番よねでもっていうね、うん、ジョンがいるからこそみたいな、そう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 、で若い女の子がまたその若いなんか可愛い男の子がキャキャキャ言ってるけど、うん、でもねジョンあってのこのグループだからねって、私たちみたいなねそっしり構えてるの、言い続けるみたいな、ちょっとそういうグループのなんかリーダーになってほしい、そうね、うん、まあジョン・ペンとしてはさ、うん、ジョンがセンターで一番目立ってっていうのがいいのかもしれないけど、でも私は長い目で見た時に、私彼の、素晴らしさを考えた時にはやっぱそういうポジション、そう、ね、BTS で言うと、まあ、ごめんなさい、アーミーに怒られるかもしれないけど、うん、RM さんみたいなね、あポジション、ね、クリエイティブな感じのね、そうそうそう、うん、何でもできるよっていう、ポジションで、ね、いてくれたら、いやもういいのになーって、ね、もう本当に世界を目指すならね、本当にグローバルを、うん、じゃあ7人組ぐらいがいいのかな、7人で行こう、あはいじゃあ7人組で行こうよ、お願いします、ジョンさん、でも本当にすごいいい他のねメンバーがいたらさ、うん、それでまたデビューすればいいし、うん、なんか今焦ってさボーイプラのなんかね、うんうん、ババって集まって、より集まってさ、うん、事務所も違うのに集まって、ま、期間限定でやるみたいな、うんうん、そういうのやめてほしいそっか、うん、しっかりとしたね、うん、もうずっとやり続けるみたいな、うん、ところでやってほしいね、なんか、うん、今そら集客はね、うん、できるだろうけどさ、うんうん、まだボイプラ終わったばっかりだから、ね、動いてたらいいね、今そのプロジェクトがね、うん、ジョーンプロジェクトがね、そうそう、私そうなっててほしいな、そうなってるだろうなって、変に情報がね上がってこない分ね、うんうん、その割には結構ちゃんとしてるじゃん、うん、動画ちゃんと作ったりとかさ、ねうん、ファンミーティングもね続々やったりとかさ、うんうん、
まあ、どうなんでしょう、まあ、私なんかより詳しい人いっぱいいると思うんでそうね、真面目知らねえのっていうようなことぜひあのコメントに書いておいていただきたいと思います、はいはい、私たちもあちこちもう手が回らなくなっちゃってるって人も皆さんのお力をお借りしたいと思います。新しい、最新のジョン情報もお待ちしております。はい、感想のコメント欄にお書きください。お願いします。そしてここまで見たから見ちゃったボタン押しておいてください。そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。おかえりお疲れこんばんは。今日はまちみとゆめまちがお送りしました。また次の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。さよなら。